今回チームオーディションしてもゼロから作るので、こうあってほしいとかこういうスタイルでっていうのは特になくて、もうみんなの個性を存分に出してもらって、その中で一つのチームをみんなで一緒に作り上げるっていうイメージです。